パウロ・ビニシウス・ソーザドス・サントスは、ブラジル・サンパウロ州サンパウロ出身のサッカー選手。キプロス・ファースト・ディビジョンをポエル所属。ハンガリー代表。ポジションはディフェンダー。2008年に、地元のサンパウロと契約するも、翌年ウルグアイに渡りリーベルプレート・モンテビデオと契約。2010年4月25日のラシンクラブで、モンテビデオ戦で、プロデビュー。 2011年5月15日の CA ペニャロール戦でプロ初ゴールを決めた。2011年8月13日、ハンガリーリーグのビデオトンと契約。2014から15、2017から18シーズンはリーグ優勝。2018から19シーズンは国内カップ戦、マジャルクパで優勝するなど、10年にわたり中心選手として活躍した。 2019から20シーズン限りでビデオトンとの契約が満了。2020年7月31日にナシオナルと契約した。2017年にハンガリー国籍を取得。ハンガリー代表でのプレーが可能になり、同年3月25日の 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のポルトガル戦で代表デビュー。しかし、 クリスティアーノ・ロナウドに2ゴールを決められるなど0から3で敗戦。予選リーグ敗退に終わり、UEFA 主催の国際大会出場にも至っていない。ありがとうございます。